福岡県、佐賀県で昨日も気温が上昇し、久留米市では福岡県内観測史上最高となる 39.5 度を記録しました。気象台によりますと、久留米市で昨日午後2時17分に観測史上最高となる 39.5 度を記録しました。各地でも危険な暑さとなり、日中の最高気温は太宰府市や朝倉市、佐賀市で38.3 度を観測しています。また福岡県内で熱中症疑いの症状で午後4時までに病院搬送された人は71人と今季最多となりました。今日も福岡県では18日連続、佐賀県では11日連続で熱中症警戒アラートが出されていて、気象庁は運動は控え、こまめな水分補給など対策に努めるよう呼びかけています。